皆さんこんにちは、スタイルバイルドームの高橋です。今回はエディフィスからのお届けとなるんですけれども、実はインスタグラムで企画を募集しまして、女子受けに関するこうスタイリングを知りたいですというリクエストをたくさんいただいてまして、今回はその企画を、やらせていただこうと思っております。女性陣のゲストのお二人、お呼びしてますので、早速ご紹介していこうと思っております。それではお願いします。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回はですね、プロの販売の方に、コーディネートを2つずつ紹介してもらって、でそれをディスカッションをしていこうと思っております。はい、それでは自己紹介を早速お願いします。はい、エディフィス新宿店の三浦と申します。よろしくお願いします。お願いします。エディフィス新宿店の板垣と申します。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ今日は三浦さんと板垣さんにコーディネートを組んでもらう形になるんですけれど、2スタイルずつコーディネートを組んでいただく形になるので楽しみにしております。はい、すみません、よろしくお願いします。はい、はい、それではまず板垣さんからの1コーデ目ご紹介していただこうと思います。じゃあよろしくします。お願いします。はい、モデルさんお願いします。お二方いかがでしょうか。なんかすごいカジュアルな、一見カジュアルに見えるんですけど、足元見ると革靴で、あの普通スニーカー合わせそうなところなんですけど、はい、なんかおすすめのポイントとかお伺いしたいです。程よいドレッシーというか、程よいドレス感を出しつつ、まあ、ドレスダウンというイメージもあるんですけど、うん、はい、あんまりこう子供っぽくならないような。スウェットでこういう革靴履かれてる人あまり街でもそんなに見かけないので、うん、なんかすごく斬新で、はい、人と被らないっていうのも、うん、まあ、もちろんファッションはやっぱ個人の自由ではありますけど、確かに、はい、であのパンツもあのコーディロイを合わせてるので、ちょスポーティーな素材同士を、まあ、革靴でちょっと締めるっていう感じでございます。なるほど、はい、結構、まあ、見えないところといいますか、こだわりの面はそこですけど、はい、なんかこう女性だと、はい、こうトップスがベージュとか白だと割とボトムにも同じトーンを合わせてたりとか、はい、結構そういうコーディネートが、はい、まあ、多かったりするんですけど、こう上は白とベージュで、はい、足元がこう全体にブラックっていうのは何かポイントとかあるんですか。ですね、ちょっとクラシックな装いで、はい、以前その、まあ、昔ですけども、クラシックの、そのベージュのスーツで黒の靴という、その真逆を合わせるという、あの、まあ、メンズファッションの、まあ、タブーがあるんですけど、それが非常にこう現代で表現すると、うん、結構まあ新鮮であってかつおしゃれに見える。あんまりこうやらないです。はい、そうなんですね。あんまりあの本来タブーなんですけど、はいはい、あえてこう持ってきてしまったとい う、 ちょっと私のこだわりのところはあります。はい、僕は同じこう男性なんで、あ、そうなんだってちょっとこう、うんうん、新しい発見があって あ、 ありがとうございます、はいはい、タブーってあったんですね。僕ちょっと全然分からなかったです。あの、まあ、映画とかでよく、うん、昔の、まあ、映画、なるほど、あの、まあ、フランスの映画とかもそうなんですけど、へからのインスピレーションもあります。あ、そうなんですね、はい、じゃあ2コーデ目、早速モデルさんの方お願いします。はい、おジャケットスタイルですね。さっきとは違って、はい、ジャケットに次はスニーカーなんですね。逆の、逆の、はい、なるほど、そうですね、はい、さっきは革靴スタイルでしたね、はい、靴でラフにさせるみたいな感じなんですか。まあそれもあります。であのスニーカーもあの、まあ、普通のスニーカーではなくてレザーの、まあ、ちょっと高級感のある革靴らしいスニーカーを使ったので、そこでちょっとまあ先ほどそんなに大差ないぐらいの上品さは出るかなと。あのポイントとしてなんですけど、使ってるアイテムは一見するとまあベーシックなアイテムだと思うんですけど、少しずつトレンドを
ちょっとずつ入れてます。普通襟のシャツのところをバンドにしてみたり、で大体まあシングル、このジャケットだったらシングルで着るところをまあダブルにして前をかけないスタイルにしてみたり、パンツもあのワンプリでちょっと太く、ワイドまで行くとちょっとやりすぎ感があるので、ちょっとストレートテーパードっぽくして、ちょっと今っぽさも入れつつのベーシックコーディネートっていうところで、先ほどと一緒で黒にベージュっていう、はい、この計算の一種、ちょっとモノトーンっぽくしてるんですけど、一応このまあトレンドっぽいこのベージュとブラウンを入れて、まあ、パンツとの調和性は取ってますけど、白なんで、まあ、これがちょっと柄だったりするとちょっとうるさいんですけど、白なんでちょうどこうバランスをうまく白と白、暖色と暖色っていう感じにして黒で締めるっていうのは先ほどと同じ手法ではあります。なんかそのすごい清潔感があってものすごくいいなって思うんですけど、やっぱり革靴じゃなくてあえてスニーカーって言ってたので、なんか革靴履かれちゃうと結構もうカチッとした印象が強いと思うんですけど、あえてスニーカーで外すっていうところがなんかすごくいいって思いました。遊びを入れつつっていうぐらいにしてます。確かに、はい、シャツのこの襟、スタンドカラー、バンドカラーを選ばれたのがすごい可愛いなって思いました、個人的に、うんうん、いいですよね、うん、確かに一見レギュラーカラー使いがちですけど、そこはあえてのテクニックというか、まあ、新鮮さと、まあ、だいぶあの市民権を得たかったっていう、あ、まあ、確かにそうですね、ちょっと前だとちょっと着づらかったんですけど、はい、DTL 的に今はすんなりこうジャケットの意味に入れられるかなと。ところメンズのアイテムでも最近増えてきましたよね、はい、非常に今多いです。僕も今年の春買いました。なんか自分ごとなんですけど、バンドカラー、意外と使いやすいですよね。実はいいですね、はい、普通のシャツのボタン外すよりは全部止めてバンドカラーの方が実は良かった、はい、続きまして三浦さんのスタイリング一つ目ということで、モデルさんの方登場していただきましょう。じゃあモデルの方お願いします。はい、なんかすごいリラックス感があって、なんかこう気取ってない感じだけど、でもなんかこうおしゃれに見えるっていう、なんかすごいいいって思う。ありがとうございます。まさになんか、まさにちょっとね、気取ってないけど、ないでもおしゃれに見えるみたいな。ありがとうございます。本当にまさに狙ってもらっていただいてなんかそんなどこにでもなんかいけそうです、うん、カジュアルなところも、ちょっと綺麗めなところでもなんかそんなにラフすぎない感じが、なんかこう統一感のある色味なんですけど、こうグリーンを持ってきた理由というか気持ち、はい、気持ちそうですね、まあ、重い、気になりますね、なんかなんでグリーンを選ばれたのかな、白とかじゃなくて、あ、そうです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 、グリーンみたいな、まあ、あのモノトーン、まあ、上下モノトーンにはなるので、うん、ちょっと暗くなってしまうかなと思ったので、まあ、それちょっと色を差したかったっていうところがあるんですけど、うん、まあ、彼のなんかキャラクターと考えるとグリーンってちょっと、あとおしゃれに少し見える色、白とかグレーとかって割と普通になっちゃうと思うんですけど、うん、まあ、それをちょっとグリーンっていうのを入れることによって少しこなれた感じをまあ演出したかったっていうところですかね、うん、確かにグリーンが入ることによってなんかちょっと男性っぽさも出ますよね、うん、差し色って大事なんですね。そうですよね、はい、いいですよね、うん、しかもグリーンでの差し色ってなんか新鮮ですね、うん、差し色ってこうなんかビビッドな色とか、うん、そのイエローとかはっきりしている色とかのイメージなんですけど、そうですよね、差すっていう文字通り、はい、あとは30代ということもあったので、少しやっぱ落ち着いてきたい年齢だと思いますので、うん、まあ、今話してたみたいにイエローとかオレンジとかでも全然いいと思うんですけど、少しこう色味があるんだけど落ち着いた色っていうところでグリーンがいいかなっていうところはありますかね。なんかそんなになんか若年っぽくも見えないし、あとはサイズ感ちょっと、まあ、さっきもちょっと軽くあのお話ししていただきましたけど、ちょっとトップスのサイズ感結構緩めにしてまして、はい、まあ、ちょっとリラックス感のあるような、サイズ感というところでこなれ感とちょっと大人感というのを演出しながら、まあ、パンツはどっちかというとこうちょっと小綺麗な感じ、ちゃんとクリースが入ったスラックスに革靴を持ってくることによってカジュアルすぎないというところですかね。
あと、まあ、今ってどうしても日中暑くて、ちょっと夜寒いみたいな時があると思うんで、はい、まあちょっとあれですけど、あんま女子受けってテーマなんで、女子受けにはちょっとあれかもしれないですけど、ちょっとこうカットソーも結構緩めで合わせてるんで、確かにこうちょっと脱いでもらって、まあ、あんまり評判は良くないかもしれないですけど、まあ、軽くなんか肩掛けとかしてもいいかなっていう感じは、はいはい、黒で肩掛けすると少しまたちょっと違う感じで、確かになるかなっていう感じがしますかね。女性のスタイリングだと肩掛けスタイルやってる人多いですよね。男性のこの肩掛けスタイルどうですか。もともとすごいかっこいいなと思ってたんですけど、うん、肩にかけることによってなんかちょっとこなれた感じのおしゃれ感が出てよりいいなと思います。なんかまたニットとかを肩にかけるとは違って、そこがまたなんかいいのかも、そうですね、ニットとかちょっとやっぱり可愛らしくなっちゃうというか、そうですね、ちょっとソリッドな黒とこの素材感でちょっと品がある感じの肩掛けにはなってるかなと思いますね、はい。じゃあ三浦さんおすすめのコーディネート2つ目ということで、はい、はい、じゃあモデルさんの方お願いします、はい、お願いします。さっきがまあ割とこう薄手のコーディネートだったので、まあ、今度はまあその先ってなった時にちょっとコートを軽く羽織ってスタイリングっていうところの感じで組みました。女性も好きそうなコーディネート、いい、ね、ありがとうございます。女性目線で例えばそのグレーとグレー合わせるスタイリングっていうのはありなんですか。ありですね、全然ありだと思います。ちょっとこうベージュっぽいグレーなんで、少しこう柔らかさもありながらってところがよりなんかいいのかなって感じがしますよね。なんかスニーカー合わせでちょっとこうカジュアルすぎる感じがあるのかなって思ったんですけど、その中が全部グレーで統一されているので、なんかそれがすごくカジュアルすぎない印象になってとてもいいなって思いました、ありがとうございます。グレーでまとめた大人のスタイルということで、そうですね、30代の方がちょっと、まあ、さっきも一緒ですけどリラックスした感じのコートで、でなおかつちょっとこう楽にパッと羽織って、どっちかっていうとアイテム自体は結構カジュアルというかラフに着れるパーカーとかアイテムだと思うんですけど、それをちょっとこう掛け合わせながらちょっとトーンをまとめたりとかしてちょっと大人っぽさ出してる感じですかね。あと僕まあ基本的に渋谷と新宿しかお店いなかったんですけど、イベントの時に横浜とか行って結構トルソーを並べてるあるじゃないですか、で3つぐらいあって、なんか女性のお客さんがトルソーを見てて結構みんなパーカー合わせのコートっていうのが結構なんか反応いいのがちょっと聞こえてたんで、ちょっとパーカーやってみました。ちょっとうまく参考にさせていただいたと。取り入れたって感じですかね。なるほど。いけますね。そうっすね。パーカーにコートの合わせいいですよ、いいですね。なんかフードが出てる感じとか、可愛い感じもありますし、はい、ということで2つ目のコーディネートですね、はいはい、ありがとうございます、はい。はい、ではいかがだったでしょうか。三浦さんと板垣さんの合計で4スタイル紹介したんですけれども、ぜひ皆さん参考にしていただければと思います。でこの他にももしこういう企画やってほしいとかリクエストありましたらコメント欄にぜひ投稿していただけると嬉しいです、はい。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。